春メイクのポイントはピンクの化粧品をふんだんに使ったところです。こんにちは、ちゃまです。普段は ACDC ラグのショップ店員をしています。本日は春のピンクメイクを紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。まずはじめにコンタクトレンズの紹介をしていきます。ジルのロデオで、カラーはアプリコットで、サイズは 14.5mm です。このカラコンは縁が大きくて、すごく黒目が大きくなって、デカ目効果があってすごくいいです。次に下地の紹介をしていきます。使っているのはエテュセのオイルブロックベースのクールです。これを鼻のとこに塗っていきます。で、 T ゾーンのとこにも塗っていきます。これをすることによって皮脂を抑えてくれます。次に使うのはインテグレートのエアフィールメーカーです。この下地をおでことほっぺと顎先と鼻に塗っていきます。これを塗ると皮脂を抑えてくれて、肌の赤みを消してくれます。次はコンシーラーです。ザ・セムのチップコンシーラー 1.5 を使っています。こちらのコンシーラーでニキビや鼻のとこの赤い部分やクマを消していきます。あまり塗りすぎるとひび割れや乾燥になるので、少量でつけていきます。次に使うのはキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダー MO です。このパウダーはすごく良くて、これ1個で全部ができるような感じになってます。これを顔全体にポンポンポンと均等に塗っていきます。このパウダーで皮脂を抑えてくれたり、肌をふんわりと見せてくれるので、すごく使いやすいです。次にはシェーディングです。使っているのはセザンヌのフェイスコントロールカラー4番マットブラウンです。このシェーディングで顔の輪郭周りを塗っていきます。あまりつけすぎると黒くなってしまうので、気をつけて塗ります。次に眉毛で、使っているのはキャンメイクのナチュラルシフォンアイブロウ01番です。このアイブロウの薄い茶色の部分で眉尻を塗っていきます。次に使ったのがチフレのアイブロウペンシル22番のブラウンです。このペンシルで眉毛の描けてないところを眉頭から描いていきます。次にリップです。リップはメンソレータムリップケアの BFG を使っています。こちらのリップでしっかりと保湿をしていきます。こちらのリップはブドウの香りがすごくいい匂いで、あとドラッグストアでこれが2本で300円だったので、すごく安くてお得でした。次はビューラーです。使っているのはキャンメイクのアイラッシュカーラーです。このビューラーでしっかりとまつげを上げていきます。まつげを掴んだ後は3回ぐらいギュッギュッギュッと上げていきます。今回のメイクではマスカラを使わないので、このビューラーでしっかりとまつげを上げていきます。次はアイシャドウです。使ったのはスタイルナンダのスパークリングリキッドピグメントのジョイフルです。このアイシャドウはすごくラメがキラキラしていて、少しピンク味のあるアイシャドウになっています。これをまぶた全体に塗っていきます。次に使ったのはインテグレートのワイドルックアイズ
PK222 番です。こちらのアイシャドウの一番上の薄いピンクをここのアイホール全体に広げていきます。その後に二重幅の方にこの濃いピンクを塗っていきます。この上の薄いピンクをさっきのアイシャドウに重ねることによってよりキラキラしたピンクのお目目ができます。次にケイトのダブルラインフェイカー LB の1で二重幅に線を描いていきます。これをすることによって二重幅がよりくっきりなります。これを描くときに濃く描いてしまうと描いたのがバレてしまうので、描いた後に指でポン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 となじませていきます。次にアイライナーです。使っているのはラブライナーの色はブラウンです。このアイライナーで目尻側だけ引いていきます。私は目頭からアイライナーを引くと目が小さくなるので目尻側だけ引きます。次に使ったのがアイドルメイクバイブルの涙袋メーカーです。こちらの太い方でここの黒目のとこにシュッとつけてそのままなじませていきます。そうすることによって涙袋ができてキラキラになります。次にさっき塗った涙袋のところにこの一番下の濃いピンクを重ねて塗っていきます。そうすることによってピンクの発色がすごく良くなってキラキラになります。次にさっきのアイドルメイクバイブルの細い方でさっき塗ったところにラメを付け足していきます。ちょんちょんちょんとつけてポンポンポンとするとさらにキラキラが際立ちます。次に使ったのがケイトのダブルラインフェイカー LB の1です。これで涙袋を描いていきます。笑った時にできるここの線にこれを薄く引いていきます。それでなじませていきます。次にチークです。使ったのはキャンメイクジューシーレディリキッドチークの01番です。これを頬骨の上の方にちょんちょんとつけて指でポンポンポンとなじませていきます。これはすごく発色が良くてすごいピンクが目立って可愛いです。次に使うのがキャンメイクのパウダーチークス PW20 です。これは最近買ったチークでめちゃめちゃ色が可愛くて即買いました。これをさっき塗ったチークの上からふんわりとのせていきます。チークを塗るときに付属の筆を使わずにこちらの太い筆で塗っていきます。そうすることによってチークがよりふんわり塗れます。次にリップです。使ったのはエチュードハウスディアダーリンオイルティントの8番です。この色味がすごく可愛くて匂いがピーチの香りがしてめちゃめちゃいいです。これを唇の内側に塗っていきます。次に使ったのがロレアルパリのユイルカレス806番です。これを唇全体に塗っていきます。このリップはすごく可愛いピンク色でより唇をぷっくりさせてくれます。今日のメイクに合わせて三つ編みにしてみました。三つ編みはきつくまず結んでその後に崩していきます。帽子をかぶるので
多少ボロボロになっても全然大丈夫です。春のピンクメイク完成です。いかがでしょうか。今回紹介したピンクメイクのポイントは、ピンクの化粧品をふんだんに使ったところです。あと帽子とか三つ編みをすることによって、ちょっと眠そうな感じを作ってみました。そして皆さんにお知らせがあります。下の概要欄をチェックしていただくと、私の SNS の情報が載っています。こちらから最新情報をチェックしてください。かわいいパティンでは様々なメイク動画がアップされています。私の動画もアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではちゃまでした。バイバーイ。